こんにちは、あかりんことよしのあかりです。さあ今日はですね、この前私の動画で紹介したこちら、スマホでチェキインスタックスシェア SP2 のアプリインスタックスシェアパーティーで女子会をしちゃう特別編です。イエーイ。それでは今日も行きましょう。あかりんの女子力動画スタートです。お、早速誰か来ましたよ。はーい、はーい、はーい、来たね。こんにちは、なぎさことしべなぎさです。はい、山村朝です。はい、サイピーこと山村朝です。お邪魔します。すごい、こっちから来ると思ってたんやけど、はい、こっちからそうなんです、こっちから来て、ベランダが一回だった。いや、ベランダから入ってきてます。おしゃれなノンアルコールの、あ、そうやな、あずさがまだ未成年なんですよ。そうなんですよ、だから、じゃあ飲みましょう。やったー。じゃあ今日の楽しい女子会に乾杯。乾杯。おしゃれ、おしゃれ、かわいい。芳醇でスモーキー。絶対言うって決めてたやん。言える言葉並べたらいいと思ってるやろ。絶対言うって決めてた。せっかくみんな集まったからさ。あ、アイチーズ。わー、これはいい写真ですね。めっちゃ可愛い写真。映えそう、映えそう。何ですかそれ。ひなまといき。ひなまといき。このタイミングで。おしゃれ女子会やったのね。ひなまといき。ちゃうねん、ちゃうねん。おー、今回ね、ちょっとみんなと遊ぼうと思って女子会を開いたのは、うん、このスマホでチェキをみんなとやりたかったんです。これね、自分のスマホで撮った写真とか、うん、自分のデータフォルダにある写真をすぐにこれで転送することによってチェキになるね。すごい、すごくない？めちゃくちゃ手軽ですね。そう、この日の思い出がすぐにチェキに出る。これをこうやって撮るのも可愛いかな。可愛い、これだけでまたインスタ映え。それをまたチェキにしたら永遠にインスタ映えする。あ、すごい。女子会してる。今ここ撮ったこの写真を、うん、いや、そんなわけ。待って、音が出る。こちらですね。はいよ。画質めっちゃ良くないですか、うんうん、あのスマホやからいつもの撮り慣れてる写真でも撮れるし、自撮りもできるっていうのは大きいんじゃない？それいいですよね。これさっき撮ったやつ、なぎちゃんとおつめっちゃ見てどっちだ。笑い声がいきますか。似てますか？なんか今日はいっぱい写真撮っていっぱいするの？すりましょう。ちょっと昭和な感じ。今日はもっとちょっと盛り上がるねことしたいなと思って、このねインスタックスシェアパーティーっていうアプリもあるんですよ。これ専用のアプリ、それがねこちらなんですけど、面白い。相性診断とか、計画診断とか気になるね。写真で判断してくれる。そう、写真と顔の写真。誰から行く？さやさんもずっと気になってた。気になるで。よ、はい、チーズ。はい、こうやって写真が撮れたら、お、診断開始。じゃあいきます。終電を逃したことがある。1、週に何回もある。2、月に数回する。3、年に何回かする。4、今まで数回したことがある。5、今まで一度もない。数回、数回。よく風邪をひく？あまりひかない。よし、断然海。おお、秋、秋。どんな果物が好き？いちご、みかん、ぶどう、パイナップル、さかんぼ。芋？芋ないよ。芋ない。芋好きですよね。診断お疲れ様でした。さやちゃんの結果。さやちゃんの。さあ、さやちゃんの診断結果が、うん、ここから出ます。頑張れ。いいこと書いて。おみくじみたいで。ね、楽しい。タンポポ。タンポポ。三角語以上喋れる。トリリンガルである。トリリンガルが分からん。トリリンガルじゃないですよね。トリリンガルって言われたトリリン、トリリンやと思った。涙もろい方だ。え、どう？よく泣いてる？よく泣く。とてももろいけど、もろいでしょ。もろい、もろい。ということで診断結果が出ました。はい、街にあった、こちらです。じゃん。すごい、なんか出てるんだけど、え、全員同じ動物。配りますね。じゃあさやちゃん。さやはツンデレな袋。当たってる？確かに確かに。ツンデレは当たってるな。そう。甘え上手な袋。ああ。袋は一緒なんです。甘え上手ね。なぎちゃんは？甘え上手。もう顔一緒やからね。前も分かってるってことやな。だから確かに。よくの認識されてるってことですね。
ないね。え、ちょっと待って。え、なんで名前上手な猫。ちゃんと撮りました。これ渚さん、これ絶対これ渚さんも違う。ここだけ名前上手なんか。面白い。お母さんに見せよう。お母さんに見せよう。続いては相性診断やっていきます。相性もご診断できんねんけど、で私は気になるのはここの相性。お箸かおして、せーの。簡単にできるんやったらさ、学校とかで好きな男の子とか、そうやな、仲良しの友達同士とかでね、確かに盛り上がるよな。うわ、来た来た来た、やっぱり早い。どっちその反応。なになになに、100個い、100個が98。あずさとなぎちゃんの診断結果は、じゃん、 40%。 40%。 なんで、笑いがと温度は結構上めなんですけど、持久力が全くないんです。いや、仲良くの気づかんってことね。あ、多分、なるほど。ねえ、似てるな。でも面白い。面白い。意外な結果だけで、せっかくやからあかりとさえちゃんも。あ、いいですね。2つのパターンがあって、一発で写真撮ってできるパターンと、精密診断っていうのが、質問にお互い答えて、ね、顔だけじゃなくて、ほんまや、そう、中身まで。いいですね。これはちゃんと、これはほら見てください。あ、はい、大丈夫です。ああ、そうそう、話すことと聞くことどちらが多い、話してることに話すことの方が多いかな。ほんまに聞こえへんな、これやったら。嘘、うん、何も聞こえない、うんって言ってるけど。確かに。マラソンに興味がある、ね、アイコンタクトは得意な方、OK、うん、よし、ね、楽しみ。ちょっと心配、気になる、ね、今後に影響します、この2人のお仕事も多いよ。多いよ。あ、出てきた。来た。かわーい。じゃあ、あかりとさえちゃんの、どうやって出んのこれ、やつが出たので見ていきたいと思います。40倍より待ってくれ。40倍より最初はどうだ。40倍じゃない。じゃん、60倍。呼吸がすごく高いので、持久力もすごく高いし、瞬発力もすごく高い。すごい。ただ会話はめちゃくちゃ低い。ああ、おお、嬉しい。嬉しい。64。やったねー。これがさ、出てくるまでさ、その私たちのさ、相性がどうなのかドキドキしなあかんわけやんか。例えばお互い好き同士のカップルとかさ、男の子と女の子がいたらさ、男の子側が男の子をこうやって出してさ、女の子側をこうやって出したりして、それでさ、5% とかで最悪やから、もう泣きながらも。でも盛り上がるな、めっちゃ。面白いよね。そう。さて、もう一つですね、このインスタックスシェアパーティーのアプリの中にすごい便利な機能があるねんけど、うん、まだそう。相性が、相性がそれがこちら、じゃーん、すごい。こちらはさっきね、私作ったんですけど、名刺がいるんですよね。名刺、これなんですって言って渡して、めっちゃ新しい、かわいい。で、めっちゃ可愛い。そう、なんか自分の好きな写真で、こうチェキで名刺ができる。かわいい、かわいい。ここに名前と、あと自分の考えたプロフィールとかも書いてあって、で、この QR コードを読み取ると、他の人もこの名刺をゲットできる。なんか欲しくなるもん。うん、欲しい、かわいいから。集めたい。もうめちゃくちゃ簡単です。マジ2分、いや、1分ぐらいでできる。それ、そう、パンより焼けるの早いじゃない。さっきからパンとさ、連想させるのって。だって出てくのワクワクするから。そう、はい、最初は
すぐに言ってられないなんて。どうしにもいいな。次のサビまでに踊りきる。